川口博史です。今回は、福岡市東区の東箱崎小学校の建て替え用地の確保についてお話をさせていただきます。東箱崎小学校といいますと、今9大が再開発になろうとしております。そのエリアにある学校です。今までは9大の北側にありました。9大がポンと大きい施設があるもんですから、まあ、中を取ったりできるかどうかはちょっと知らなかったんですけれども、ちっちゃな小学校です。平均以下の1万1000円ちょっと、私が住んでるとこで言えば昔の霊前小や前の美濃島小学校、ちょっと基準より2割3割ちっちゃい学校です。で、今お隣の、松島小学校、ここはずっと1000人を超える課題規模で、分離もしなければいけないのになっていうような地域、そして、ここの地域の、JR と川の間の、地域は、中学校は箱崎だよ、小学校は松島だよということで、分断されている地域もあります。なんでそうなったかと言いますと、やっぱり JR が平面でしたので踏切がないんだということで、川を渡って松島に行っておったような状況です。で、今回 JR が高架になりました。この木を捉えて、もしも可能ならば、身近なところに、町の中心に子どもたちが安心して歩けるところに、川も、2本しか河川橋がありません。できるならば今度は JR で切れたものを、高架になりましたので下、安易に通りやすくなります。安全に今度は川で区切るのも一つ。ただ地域の意向もありますが、学校が今度は北の一番外れです。旧大の跡地を町づくりするならば、狭い小学校をそこで建て替えするよりも将来を考えて移転先を確保しておく、町づくりの中で確保する、取り組みは必要かなと思っております。どうしても町づくりするとこと、教育委員会のとこ、どうしても情報が共有できてなくて、町づくりの方ではそういった学校の事情や、子どもたちが安全に通う事情はちょっと聞かないとわからない、後から気づいて間に合わないということになります。私は、博多の出身ですけれども、たまたまご縁もあって、東のあそこの再開発や、PTA の方たちもご縁がありました。ぜひ町づくりの中に、中学校一番端にある移転、真ん中への移転や、将来の東箱崎小学校の移転先の確保、子どもたちが迷惑かからないで、そして地域も喜ばれるような策を地域に投げかけて、地域の意向を踏まえた上でですね、必要ならばそういう手を町の中でやっていきたい。しっかり、東のことですけれども、関係ありません。頑張ってやっていきたいと思います。